皆さんこんにちは、ひろくまです。今回も動画をご視聴いただきありがとうございます。今回は安倍元首相の国葬をやるべきだ、そんな声がたくさん上がってきております。一方で国葬なんてするべきではない、そういった声も上がってきております。ということで岸田政権は一体どうするのか、今回は安倍さんの国葬についての情報をお伝えいたします。それではこちら時事通信の記事です。大規模葬儀今週実施へ、安倍死去国葬を求める声も政府、という記事です。それではこちら、安倍晋三元首相の家族葬を終え、政府自民党は12日各国弔問団などが参列する大規模な葬儀を今週に執り行う方向で検討に入りました。これは憲政史上最長の在職期間、通算8年8ヶ月を踏まえ、党内からは戦後2例目となる国葬を主張する声も出てきています。ということで、まずは大規模な葬儀を今週に執り行うことはおそらく間違いないでしょう。それを国葬にするかどうかが問題です。そして各国の弔問団が来ますよと、それは誰を誘うかということも問題ですよね。おそらく安倍さんでしたら首脳クラスでも全く問題ないと思います。そうなると今戦争をやってるロシアとヨーロッパ各国の首脳も招くと、なので誰を招くかも非常に興味深いところになります。そして松野官房長官は12日の記者会見で、政府が関わる安倍晋三葬儀について多大な功績を残した元首相であり、敬意を表して対応を検討すべきだとしつつ、現時点で決定していることはない、過去の例や遺族の意向も踏まえ今後検討していきたいと述べるにとどめております。そして自民党幹部は今週にも行いたいと語っております。そして日本が国葬を行った例で言いますと、サンフランシスコ講和条約を結んだ吉田茂氏の1回しかありません。そして国民葬も佐藤栄作氏の1例のみです。そして1980年に死去した大平正芳氏以降は一部の例外を除いて内閣自民党合同祭が慣例化しています。ただ自民党保守派からは、安倍氏の功績や遊説中に凶弾倒れた特異性に鑑み国葬を営むべきだとの声が上がっています。下村博文前政調会長、ちなみに安倍派です、11日のテレビ番組で、安倍氏は国葬に匹敵するだけの歴史的足跡を歩んできたと強調しております。しかしインターネット上は賛否が交錯しています。そこで政府筋は、国民感情も見ながらの判断になると指摘。つまり政府筋なので、国葬を選んだことで岸田政権の支持率が下がってしまうと困ると、それが本音です。なので少し落ち着いてから議論すべきだと語っております。つまり時間が経つと国葬にしたいという思いが薄らいでいくので、それを狙っていると思われます。いかにも岸田政権らしいです。そして自民党内では論争を巻き起こすのは好ましくないとして、最後は内閣自民党合同祭に落ち着くとの見方も出ていると。やっぱり国葬はしたくないと、そういうふうに受け止めます。つまり岸田首相次第なんですよ。岸田首相がやると言えばできるんです。それは支持率が下がるのでやりたくないと、そういうふうに私は受け止めています。なので岸田首相次第だと思います。しかしやらなければそれでも支持率は下がると思います。なので気持ちが薄らいでいくのを待ちたいんじゃないかと思います。続いては産経新聞です。安倍氏国葬待望論、法整備や国費投入問題、政府国民葬模索も、という記事です。安倍元首相の政府主導の葬儀について、自民党内や保守層から国葬を求める声が上がっている。ただ元首相の葬儀に国費を投じることには批判的な意見も根強い。国家に貢献した功労者をどう弔うのか、政府は今後検討を進めるが、米国をはじめ諸外国が異例の弔意を示す中、日本自身の対応が問われています。後ほど諸外国がどれくらい弔意を示しているのかご紹介いたします。そして松野官房長官は、現時点で政府として決定していることはない、過去の例や遺族の意向も踏まえて検討したいとおっしゃってます。そして安倍氏の国葬を行う考えがあるかと問われたが明言を避けました。
ちなみに松野官房長官は安倍派です。しかし政府の立場で言わないといけないので現在は言えないということです。そして過去の例に照らせば国葬となる可能性は高くない。法的根拠となる国葬令は昭和22年に執行している。同42年に生前の功績を考慮して吉田茂元首相の国葬が例外的に行われたが、それ以降は首相経験者の国葬は一度もない。最近では内閣と自民による合同祭が主流で、安倍氏もこの形式となる可能性が有力視される。ただ首相在籍日数で憲政史上最長を誇る安倍氏に対し、最大の礼遇を望む支持者の声は強い。国葬令は執行しているが、必要な法律がなければ整備するのが政治の役割でもある。政府内からも法律を作って国葬にすればいい、官邸筋との声が上がると。つまり岸田政権の中で国葬にすればいいという声と、しない方がいいという二つの声があるということです。それでも二の足を踏むのは、葬儀に国費を投入することへの批判が根強いからだ。国と自民党が費用を出し合う合同葬でさえ、一部野党や左派メディアは反発する。後ほどこの一部野党、すでに反対の行動を起こしているので後ほど紹介します。そして全額を国が負担する国葬をあえて復活させれば、さらに強く抵抗し、政権運営にも影響しかねない。つまり岸田首相の心次第なんですよね。政権運営に影響が出てもやるぞと。つまりここで戦う政治家かどうかが問われるということになります。そしてこうしたことを考慮し、政府には国民葬を模索する動きもある。内閣と自民党、国民有志の主催で、佐藤栄作元首相が死去した際に行われております。つまり国民にもお金を出してもらって、国民葬にするという形です。しかしですね、これもいいんですけど、やっぱり国葬にしてほしいですよね。名目は国葬にして、国民の中でお金を出したい人は受け入れると、そういう形もいいんじゃないかと思います。そして集まったお金を使えば、それだけ税金を使わなくて済むということになるので、その方がいいんじゃないかと思います。一応名目は国葬にするというのはこだわりたいと私は思います。そして安倍氏のツイートをめぐっては、むしろ海外の方が積極的に映る。バイデン米大統領は安倍氏が死去した8日に弔意を示す半旗の掲揚を指示した。インドでも9日に各地で半旗が掲げられております。しかし一方日本が半旗を掲げたのはなんと11日です。アメリカは亡くなった8日ですよ。しかし日本は11日、松野氏はその理由を死去した日の翌営業日と説明し、保守層の批判を招いていると、翌営業日って銀行の営業ですかと問いたいですよね。で、これについては産経新聞の畔蒜瑠氏が、誰かとは言いませんが、岸田官邸の中に半旗掲揚を反対した人間がいると。だから遅れたんだということになったそうです。こちらトータルニュースワールドの記事です。ちなみにインドは安倍晋三元総理大臣への深い敬意を表し、7月9日に丸1日、全国的に喪に服しました。日本でもやってないことをやっていると。そして驚いたのがブラジル。3日間公式的に喪に服す期間を宣言しました。すごいですよね、本当に。日本がやってないのに、3日間も喪に服すと、すごいですよね。こちら大統領、ボルソナ大統領、宣言した時の様子です。そして山田博参議院議員、今回全国比例で当選されました。半旗の件と在外公館の対応、県会台と半旗の件は官邸に要請しましたと。で、その前に楊海燕氏が、安倍晋三元首相という世界的なリーダーが暗殺された官邸は速やかに国民に追悼などを指示し、半旗を掲げるべきではないか。外務省は在外公館に世界各国要人の弔問と追悼に対応するよう指示したか。こんな冷淡な扱いでいいのかと。もうですね、外国人の方の方が、なんで日本はやらないんだと。それに対して山田博氏が動いて、ようやく11日に半旗掲揚となったと。むちゃくちゃです
ですよね、本当に。そして一色正治氏が各国の状況をまとめられてくださってます。いろいろやってますよね。しかし日本だけ森かけ桜がと言ってたんですよ。もうどれだけメディアは左翼的になっているのかわかりますよね。日本だけが非常識です。そして国際社会で日本の存在感を高めた功労者の葬儀をどう取り行うのか、政府の対応を国民や国際社会が注視しているとみんな見ております。しかも世界が見てます。世界が日本の対応を見ているんですよ。そこで岸田政権はどうするのかということになります。こちらデイリー新潮の記事です。安倍元首相の国葬案に賛否両論、吉田茂という前例も高いハードルという記事です。こちら国葬の賛否をめぐりネット上では激しい議論が起きている。特にツイッターでは賛成派がハッシュタグ安倍さんを国葬に、反対派がハッシュタグ安倍晋三の国葬に反対しますのハッシュタグをつけて多数の投稿を行っている。で、ここで双方の主張を紹介します。まずは安倍さんを国葬に、安倍さんは日本のため尽くしてくれた方、国葬にしてほしい。これだけ世界の首脳に愛された総理大臣なんて他にいるでしょうか。しないと世界中に笑われますよ。今後暗殺なんてのを流行らせないために国葬で弔意を示しておくのも大事だろう。そして一方で安倍晋三の国葬に反対します。人間性や射殺された事実と政治的功罪は切り分けて考えるべき。政治家の葬儀に税金を使わねばならない理由はないはず。国葬の賛否じゃなくて国葬にする基準が明確になっていないことに違和感を感じるかな。本人は国葬にすることを望んだのかどうか。この6つのツイートはいずれも一理ある。だからこそ激しい議論になっているのだろうと。しかし結論を先に言えば、安倍元首相の国葬には相当に高いハードルが存在することは間違いない。例えばアメリカの大統領経験者は、どのような亡くなり方であっても国葬の対象者となります。これはいいですよね。しかし、日本の首相も同じようにすると、菅直人氏や鳩山由紀夫氏、無理ですよね。そして国葬の特徴、日本でも明治維新によって近代国家に生まれ変わったことから国葬の整備が進められていった。日本史上初の国葬が行われたのは1883年岩倉具視氏でした。その後1926年に国葬令が公布され法整備が完成したそうです。そして戦前の日本における国葬の特徴は天皇と皇族その臣下を対象にしたという点が挙げられるだろう。明治天皇と大正天皇は国葬でした。そして1910年の韓国併合により大韓帝国の皇帝経験者も国葬となりました。さらに政府に多大な功績があったという理由から岩倉具視や三条実美といった明治の元勲も国葬になっています。そして戦功を挙げた軍人も対象となりました。元帥海軍大将の東郷平八郎や山本五十六も国葬が行われております。そして吉田茂氏、日本の場合はアメリカと異なり戦前も戦後も一貫して首相経験者という経歴だけでは国葬の対象者とはならない。それは暗殺の被害者であっても変わらないと。伊藤博文は初代韓国総監だった際アンジュコンによって射殺されて国葬が行われました。国葬となった理由は彼が公爵でありいわゆる明治の元勲だったからでしょうと。その証拠に首相在任中に刺殺された原敬も、226事件で射殺された元首相の高橋惟幾もいずれも国葬ではありません。なので伊藤博文は公爵だったので国葬になったのではと。そして第二次世界大戦後、大日本帝国憲法のもとに規定された国葬令は失効しました。しかしその後に吉田茂が死去された際、当時の首相だった佐藤栄作は国葬を断行しております。なので時の首相の決断次第なんですよ。つまり岸田首相が決断すればできると。しかしやらないんでしょうね。そこまでの覚悟が岸田首相にあるかどうかです。で、佐藤栄作氏が決断した時も反対意見も根強かったそうです。最大の理由は政教分離の原則に違反する可能性があるというものでした。最終的に佐藤首相が国葬を強行するような格好となったこともあり、その後政府は首相経験者の国葬に慎重な態度を取るようになったそうです。いや、この経緯を見ると岸田首相が決断できるかなとは思いますよね。佐藤栄作氏の場合は強行したと。
あの岸田首相が強行なんてできるかなと思いますよね。しかし岸田首相からすると安倍さんというのは盟友ですので、強行しても何の問題もないと思いますけどね。そして国葬と合同葬の違いについて、その佐藤栄作氏が死去された際にも沖縄返還を実現し、ノーベル平和賞に輝いた功績などから同じように国葬を求める声が出ました。しかしこちらは自民党と国民有志による国民葬に落ち着いたそうです。ここで国民葬が出てきました。つまり岸田首相が狙っているのはこの国民葬ではないかなと思います。なのでその後自民党ではこの方針が踏襲されていったということになります。大平正芳氏も小渕恵三氏も二人とも国葬ではなく内閣自民党合同祭となりました。そして安倍元首相の祖父でもある岸信介氏もやはり内閣自民党合同祭になりました。そして鈴木善光氏、橋本龍太郎氏、宮沢喜一氏、全く同じ内閣自民党合同祭です。そして国葬との違いは国費が全額か半額かだけの違いとなります。なので国葬は反対意見が根強いため、いわば名を捨てて身を取ったのが合同葬と言えるかもしれませんと。そして記憶に新しいのは中曽根康弘氏の合同葬です。前例を踏襲して合同葬となりましたが、費用をめぐって一部の有権者から反対の声が上がりました。具体的には2億円の費用のうち半分の1億円に国費が充てられました。これに税金の使途として適切ではないという反対意見があったのですと。そして日本政治に詳しい日本大学名誉教授の岩井氏は、安倍元首相の国葬を無理に行うようなことがあれば、世論が二分してしまう危険性がありますという。安倍元首相の功績は大きく、国際世論の評価が高いのも事実です。しかし国内世論では、器用方変が激しい政治家であったことも、また間違いありません。今後どれだけ議論を重ねても、国葬賛成と反対が入り乱れ、収拾がつかない可能性が高いでしょう。いや、私はそうは思いません。圧倒的に国葬賛成が多いと思います。反対論者は左翼、そしてテレビしか見ていない人、その人たちだけだと思います。それを岸田首相はよくわかっているので、怖くてできないんじゃないかと思います。しかしそうなると岸田首相に対して、保守派の議員が黙ってないと思います。つまり反岸田の政局になる可能性もあります。なので岸田首相は悩ましいところでしょうね。そしてこちら、日本共産党の横浜市議団、視聴者への安倍晋三元首相を追悼する記帳書設置と、市職員配置は直ちに中止を、本日団長声明を発表しました。市の対応は県に習ったと説明していますが、設置理由は曖昧であり、公平公正であるべき自治体のあり方に反すると言わざるを得ませんと、むちゃくちゃやっているのが共産党です。なので、共産思想に侵されている人たちというのはこういうことをやるんですよね。それに対して、一般の方、個人を追悼する記帳という住民の自発的な気持ちの受け皿とも言える場所に公平公正などという型にはまった定義を持ち出して撤去させようとする行為こそ人の心をないがしろにしていると言われても仕方ないと思いますとバッサリ言ってますよね。これが共産党です。何でもかんでも公正公平を持ち出す。いや、昔の日本人じゃ考えられませんよね。それが共産思想なんですよ。共産思想というのは公平公正を持ち出しておきながら、自分たちは利益を貪る。それが共産思想です。そしてこちら石井孝明さんのツイート。日本共産党が安倍首相当時、生首パフォーマンス問題で燃料投下したそうなので、さらに燃やすためにやってまいりました。どうぞ次の地方選でまた凋落させるために、なんで辞めさせないんですかと。このですね、日本共産党の吉良よし子氏、以前ですね、安倍さんの生首を引くパフォーマンスのブルトーザーの横に立っていたと。そしてこちら、赤旗国民運動のツイート、安倍政権の抗議でも非常に恐ろしいですよね。これが共産党です。そして実際ありました、吉良よし子氏。見てください、この鼻の穴が開いて。安倍晋三はさっさとやめろと。そしてこれに対して日本共産党の公式ツイート。
当該デモ参加は安倍政権に反対する議員として当然です。しかし安倍元首相のマスクを引くパフォーマンスにキラ議員は一切関係していません。そしてキラヨシコ氏、何か誤解が広がっているようですが、私は当該デモ参加した事実は否定していません。安倍政権だと掲げたデモにも賛同しています。言論の自由です。出た、言論の自由。一方、デモの参加者が行った安倍元首相のマスクを引くパフォーマンスには関与していないし、支持していません。それが事実ですと。へえ、支持していないんですね。皆さんの判断にお任せいたします。そしてこのキラヨシコ氏というと、この写真が有名なんですよね。自衛隊の横でレンジャー訓練やめてと。こういうパフォーマンスを行っているのがキラヨシコ氏共産党です。そしてこちら山口二郎氏、北海道大学名誉教授、法政大学法学部教授、その山口二郎氏、過去にこちらですね、これをご覧ください。安倍に言いたい、お前は人間じゃない、叩き切ってやる。安倍に言いたい、お前は人間じゃない、安倍に言いたい、お前は人間じゃない、叩き切ってやると。そしてそうだそうだと、こういう人たちが反対するのではということです。石木正治氏のツイート、逆の立場で考えると、あれだけ日本のために働き、日本のためにことを成した人間は、日本を敵視する人たちにとっては殺しても飽き足りないのだろう。しかも墓を暴いて鞭を打つ文化なのだから、さもありなんと。なのでよっぽど安倍さんが脅威だったということになりますよね。そしてもう一つ意識し、今必死こいて安倍さんを誹謗中傷している輩は、この人たちをも侮辱していることに気がつかないのかと。これは世界259カ国1700件以上の弔意に対して、その人たちをも誹謗中傷していると、それに気がつかないのかということになります。そしてツイッターで国葬と入れますと、国葬が妥当だ、正しさと優しさに基づき国葬を行うと、最低限国葬でないと体制が整わない、ぜひとも国葬していただきたいと考えます。国葬しかない、国葬は間違いないと思います。もうほとんど賛成意見が多いです。そしてこちら TBS の記事です。安倍元総理の葬儀に献花の受け入れがあまりの多さに予定を早めて終了しております。それほど安倍さんを思っている人たちの方がよっぽど多いです。なのでここは岸田首相の決断次第です。皆さんも国葬に賛同される方はぜひ SNS 等で発信したり、こちら岸田首相のホームページです、電話ですね、国会事務所の電話はこちら、電話で呼びかける、広島の事務所の電話番号はこちら、そして首相官邸のご意見募集のページ、こちらにご意見として入れる、そして自民党のご意見フォームです、こちらに意見として入れる、この3つのページは説明欄にリンクを貼っておきますので、安倍さんを思われる方はぜひ国葬してくださいとご意見を発信されましょう。ということで、またこういった情報がありましたら動画をアップしていきますので、よろしければチャンネル登録と通知ボタン、そして高評価とコメントもぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。